ちの絆、はい、あそうなんですよ、なんですね、はい、ではそれぞれ皆さんこの撮影中どなたに助けられたか何かエピソードを交えながらお話を伺いたいと思います。ちょっとまだまとまってないです。回していいですか？はい。びっくりしますね、ありがとう。そうですね、私はやっぱり同じ主演の草刈真優ちゃんにはすごく助けられて、コロッケのシーンがあったと思うんですけど、そこで私が一応涙を流してたんですけど、もし泣けそうになかったら私がフォローするからみたいなことを言ってくれて、もう本当にそのおかげであそこはすごくいいシーンが撮れたんじゃないかなと思うので。私はトンポちゃんですね意味のわからない自分の私の言葉をみんなに楽してくれたりとか本当に第二のママでした昨日もみんなお母さんお母さんでせめてお姉さんにしていただきたいんですけれどもみんな部屋が一緒だったんですね。で、だいたい撮影でデビューがない日で、私たちがある日はこう朝早くバッと出てって帰ってくるとすっごい綺麗になってるんですよ。で、デビューがこう手紙を書いてあって、掃除しといた場合って書いてあってみんなにその演技についてとかも教えていただいて、まあ、特に泉がずっと一緒に一緒に現場撮影の時もね一緒だったので、丸一日日が暮れるまでずっと演技について語ったり、ほわっとしてる雰囲気なのに映画では全然別の人格が出てくるからすごいなと思ってちょっと尊敬してるんです私このみんながそれぞれどういう思いを伝えたいかっていうのをねちょっと最後に、聞きたいなと思いますね。監督さんをはじめスタッフさんや共演者の方も本当にみんな温かい人ばっかりで、なんか泣きそうになってきちゃった頑張れしようなんか本当にどうしよう この素晴らしい経験を生かしてこれからもっともっと頑張ってお世話になったスタッフさんや共演者の方とまた違うお仕事で一緒になれるように頑張りたいなと思いますありがとうございます。気持ちが集まればこういうふうに、素晴らしい形になって、僕たちもこういう素晴らしい場に、立たせてもらえて、なんか僕が逆にパワーをもらってる感じで、これから何ができるか分からんけどもなんかもっと役者として、頑張っていきたいなと思ってます。慎吾、何か言え